はい、おはようございます。今日から、グッドウッドは終了して、本日はイベンチュリーに朝一会社の方に訪問したいと思います。でその後にアーバンの方に行って、なんか今昔、僕ら8年ぐらい前に1回アーバン行ったことあるんですけど、それ以降の2回目の訪問なんで、会社の規模もかなり大きくなってるみたいなんで、本社と工場と、何件か見せてもらえるということなんで、きちんとミーティングをしていきたいと思います。行ってきます。はい、やってまいりました。ベンチュリー自体はインテークの部品を作っていて、エンジンルームにつけるカーボンのパーツも含めてセットしている、会社になります。でここも8年前ぐらいかな、1回来てるんですけど、2回目の訪問になります。で会社も場所が変わっていて、規模も大きくなってる感じがするので紹介していきたいと思います。でこれが今開発してる、G63 のインテークがついてる車になります。まだ開発中なんで、実際2ヶ月ぐらい後にはリリースできるでしょうという形で試作がついてます。なんで試作なんで、今まだカーボンのボックスにはなってないんですけど、製品化するときにはここの辺はカーボンになって、で実際そのこのカバーもカーボンのパーツがつくような商品になるそうです。この車は開発用の車らしく、 F12 用のインテークも今後発売する予定だそうです。でこれも開発中の M3CSL 用のインテークを作ってるみたいです。でこれは今年のセマショーで発表する。やっぱり CSL の需要が結構高いみたいで、でまあ、イギリスでも金額、車両の金額も上がってるみたいなんで、そういう意味もあって、まあ、需要が今 46M3 の CSL の需要が上がってるみたいです。 3D プリンター、はい、ここでインテークを書いてあるんです。今ここで作ってる。So the G-Wagon... That's how long it's going to take? Yeah. So we know these are running all the time, we'll like leave them overnight and then just keep them. これだけの量を在庫してるって結構すごい。ここから世界のショップに向けて発送されてるみたいです。組み立てを実際にこうやってエンブレムをつけたり磨いたり、一個一個丁寧にまとめてます。でイベンチュリーと一緒にボルグっていうショップが併設されていて、でこっち側がイベンチュリー、こっち側がボルグみたいな感じになってます。でこっち側では BMW のチューニングをやっていて、でここに CSL が2台、これなんか輸出用のストックみたいですけどがあったりとか、 E30N さんがいたりとか、 EQ0M3 のものすごい珍しい限定車がいたりとか、Z8 がいたりとか、あとはもうお客さんから車預かって足回りの交換したり、インテーク、ベンチュリーのインテークつけたり、ホイールを交換したりというような、もう本当にショップ、マフラー交換したりとかっていうのをやってる会社が併設されてます。これは実際この前、前回来た時もこういうショップと、共同経営みたいな感じだったんで、そこに関しては変わってないみたいな。はい、やってまいりました。今回は今度はアーバン、2軒目ですね、アーバンオートモーティブにやってきました。で前回来た時とはもう場所も変わってて、規模感が全く違う、むちゃくちゃ会社がでかい、こんな感じで外観はすげーでかいっす。ちょっと半分半分みたいな感じで、アーバンと反対側違う会社が入ってるんですけど、こんなショールームと工場兼みたいな感じで、会社がすごく大きくなってます。
で入るとこんな感じで、今ちょっとイベントの翌日なんで荷物がいっぱいあるみたいなんですけど、ちょっとテーブルとかも本来あるものがなかったりとかするんですが、こんな感じでホイールが、まあ今までやったものとかも含めて、ホイールが、ボス戦コラボのホイールがたくさん、こんな、並んでます。で、ここがちょっと荷物が、またイベント後なんで、あるんですけど、商談ルームになってて、まあモニターがあって、レザーで、アーバン自体は内装もコンプリートやってるので、内装自体のレザーを何にしましょうかみたいな。何色にしましょうか、ステッチを何色にしましょうみたいな。とか、まあサンプル。こんな感じで、刺繍入れていきますよ。ステッチを入れていきますよっていうのがあります。で、防線コラボに関しては、フィニッシュは、このぐらい。あるので、まあ、ホイールのフィニッシュ。これはまあ、皆さんよく多分見たことあるでしょうけど、ブラッシドとか、もちろんグロスバックとか、グロスホワイトとか、ブロンズとかっていう感じで、色が、カラーサンプルが置いてあります。で、カーボンもノーマルカーボンと、こういうちょっと大きめのオプションのカーボンがありますよ。これがノーマル。で、こっちがオプション。とか、あとは、ここには、ちょっと荷物がいっぱいあるんですけど、ヘッドレストにアーバンの刺繍が入っているものがあったりとか、あとはフロアマットも、アーバンのフロアマットのサンプルで置いてあります。で、もちろんオールペイントも可能なんで、こんな感じでカラーサンプル置いてありますが、基本的には結構もう何でもできるみたいなんで、昨日までウッドウッドで展示されていた V8 のディフェンダーはランボルギーニ純正のグリーンでオールペンしてあったりとかしたんで、言ってもらえれば何でもやりますみたいな感じの会社になってます。じゃあ次は工場に潜入してみたいと思います。はい、やってまいりました。アーバンオートモーティブ、ものすごい工場が広くなってて、ヤニマイズっていうラッピングのショップも一緒に入ってます。で、ヤニマイズさんは YouTuber で YouTube の登録者数が213万人っていうめちゃめちゃ有名な方がやってるラッピングのブースが一緒に入ってます。で、こっちは完成車、ここでスタジオみたいな感じで写真を撮ったり、おそらく YouTube を撮ったりっていう形で、使ってるみたいです。で、これがカリナン。ちなみにこのカリナンは特注で、通常はここはカーボンじゃないところをカーボンに出したりとか、いうようなこともやってるみたいです。カーボンが絶妙に出てる感じ。このカーボンは目が全然違くて、これが特注で、これが標準。ちょっとその特注の方が目がでかいカーボンになってます。ちなみにこちら側がノーマルバージョンなんで、さっき見たところのカーボンは出てなくて、ボディ同色で塗られてる感じだそうです。と、ディフェンダーがもう半端ないのが何？めちゃめちゃ台数あります。これは多分これからキットを組んで販売するベース車両みたいです。で、基本的にさっき聞いたんですけど、イギリスって、なんかこう、新車を買ってきてパーツをつけるっていう文化はあんまりなくて、コンプリートカーとして車ごと買うみたいな文化らしいんで、おそらくこんな感じでベース車両を持ってきておいて、フルアーバンにして販売するみたいなことをやってるみたいです。こちらのディフェンダーは昨日までやってたグッドウッドでブースで出してた V8 ディフェンダーで、色はランボルギーニの純正カラーでオールペンしたそうです。で、このボンネットの流れ
に合うように純正のこのパーツ、ワイパーカウルもグロスブラックで塗ってあるそうです。確かにこのボンネットがグロスなんで、ここがなんか素地のプラスチックだとちょっと違和感があるなと思うんで、こういうところはさすがだなと思います。でもちろんコンプリートカーなんで内装もこんな感じで、シートも変わって、シート自体も張り替わって、アーバンロゴが入って、でステアリングもアーバンのステアリングがついてます。で内装も結構やってるみたいなんで、もしかしたら今後日本の、需要を、応えてくれるかもしれない。こちらからステアリング送ったりヘッドレスト送ったりして、アーバンで張り替えてもらう、ロゴ入れてもらうってことができるようになるかもしれません。でこっちがファクトリーになってるところ、スペースになってます。でここで実際にパーツを組み付けていく、エアロパーツつけたり足回り交換したりタイホール組んだりっていうのをやってるみたいです。すごいやっぱりなんかヨーロッパっぽくて、整理整頓されて、純正のおそらくこれバンパー、外したバンパーがラックにかかってたりとか、工場自体も本当にゴミがなくて綺麗に整理整頓された、すごくいいイメージの工場になってます。実はアーバン、ワーゲンのトランスポーター用のエアロも発売してたりとかして、こんな感じでフルバンパーでバンパー交換して、で少しこういうウインカーの部分が部品で出てたりとか、割となかなか他でやってない車種も出してたりします。もちろんこのトランスポーター車ごと購入することも可能なんで、例えばもうアーバンになってるコンプリートの状態で日本に輸入して販売するっていうこともできるみたいです。これはちょっと面白いかもしれないですね。ノーマルだとちょっとバンっぽいんですけど、こういう感じでエアロパーツがついてるとすごくなんかかっこいいなと思いました。なかなか部品単体で見ることはないかもしれないんですけど、フロントバンパーはこんな感じで、もちろんドライカーボンでちゃんとこう全部出そうと思えば出せる感じのクオリティで作られてます。これはちょっとすごい、みんなびっくりな仕上がりだと思います。もちろんドライなんで裏側もこんな感じでカーボンの素材でできてます。でフォグランプつけるこういうブラケットなんかもちゃんとついてるので、間にきっちり合うようにちゃんと考えられた製品になってます。ちょうどここにペイントされたフロントバンパーがあったんで、さっきのカーボンのフロントバンパーをボディカラーとカーボン出すっていう感じで塗り分けるとこんな感じになります。めちゃくちゃ綺麗、カーボンも。なんで、まあ、もちろんその全部カーボンでできてるんで、極端なしカーボン出したいところを指定してもっとカーボン出すような塗り分けをするっていうことも不可能じゃないか。ただまあデザイン的にここを出しなさいみたいなデザインになってるんで、基本的にはこの塗り分けになるとは思うんですけど、バンパー自体はドライカーボン製でできてるんで、値段に見合ってる内容なんじゃないかなと思います。ここはペイントされたキャリパーとかが置いてあります。ってことは、あー塗装ブースがあります。すごい、めちゃめちゃちゃんとしてます。これはもう全然前に来た時と規模感が倍以上になってる感じがします。これはすごいな。自分家で作って、自分家で塗って、自分家で組んでっていうのを全部やってる感じですね。この辺はクリアが入ってグロスカーボンになってるパーツが並んでます。もう塗装がクリアが入って乾燥まで終わって、あとは取り付け待ちという感じなんだと思うんですけど、こんな感じで綺麗にグロスカーボンに
なってます。すごい、めちゃくちゃちゃんとしてる。やっぱりクリアが入るとめちゃくちゃ綺麗、こんな感じになってます。こっちがクリアが入る前の状態のパーツがたくさん置いてあって、これを全部クリア拭いたり色入れたりして先ほどのような状態になっていきます。はい、続いてですね、アーバンの中古車販売の店舗に連れてきてもらいました。マジで台数がやばいっす。とりあえず見てください。コンプリートカーがあって、もちろんこれだけじゃなくて、こっちもとんでもない台数がこんな感じで並んでます。でもちろんショールームもあって、ショールームの中にも、こっちもだ。こっちにも。もうディフェンダー、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 ディフェンダー。すごい台数。めちゃくちゃあって、こんなん選べないっていうぐらいいっぱいあります。で、これがショールームになってるんで、ショールームも見ていきたいと思います。わー、すげえ。こっちがショールームで、販売している車がゲレンデ、ディフェンダー、カリナ、ゴースト、ウルス。ちなみに、28万9975ポンドだそうです。でこっちも、うわ、ここにも車がある。すごい。あれ ?GT3 ツーリング。G63、RS6、RSQ8、ディフェンダー、トランスポーター。で、ディフェンダー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 。っていうすごい車の量ですね。はい、おはようございます。イギリスに来て5日が経ちました。今は空港にいます。で、日本に帰ると思いきや、せっかくイギリスに来たんで、ドイツにこれから移動してテックアートに明日、訪問したいと思いますんで、これから、まあ、ドイツに移動してまた撮りたいと思います。で、まあ、どれぐらい撮れるか、まあ、テックアートは今までもそのツッチーパフォーマンスが何度か訪問して動画を撮ってるんですけども、今のテックアートをお届けしたいと思いますので、楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。到着しました、テックアート。ここはもう何回来たかっていうぐらい、もうずっと通ってる、まあうち、まあボンドグループとしては代理店、日本の代理店をやらさせてもらってるんで、かなりの訪問させてもらってるんですけど、改めて今の現状をお伝えしたいと思います。外観はこんな感じで、まさにテックアートで、で中はこんな感じでショールームになってます。で今は992のターボ S かなと現行型ハイエンクーペ、E ハイブリッド、なんか作業中っぽいですね。結構部分的にパーツが外れてて、でこんなようにショールームなんで、いろんなパーツ、シフトノブとかパドルとか、あとはホイール、それからカーボンパーツ、ミラーカバー、マフラーエンドとか、こんな感じでキャリパーのカラーサンプルがあったりという風に、部品がいっぱい並んでます。あ、これは ECU のサブコンとか、あ、もうアパレル、あとはステアリングのサンプルなんかもこんな感じで、あとはレザーのサンプル、コンプリートカーを作るのに、ここで商談ができるようになってます。
刺繍だったりとか、これはフロアマットのこんな感じで、フロアマットのサンプルがあったりと、あとはこっちもカラーサンプル並んでます。どうやらこのカイエンクーペターボ、この現行型のベースでマグナムキット、ワイドボディキットを開発しているそうです。なので今現状ここに作業途中のような状態で置いてあるということでした。久々のマグナムなんでちょっと楽しみです。で、あとは工場の中にももしかしたら992.2 がもうすでに入ってるかもしれないってことなんで、その辺もお届けできたらと思います。はい、一応ミーティング終わったんですけど、何も取れませんでしたっていうのは、今現状ちょうどタイミング的に新しいまだリリースしてないモデルをたくさんやってて取れるものがありません。で、そんな中で、992.1 ターボ S ベースのマット系カラーで作ってるプロジェクトがあって、それが、まあ、クーペ9台、カブリオレ9台という形の限定のモデルを今現状やってたりとか、あとは 992.2 の、彼らの新車がもうすでに入っていて、3D スキャンでデータ取りをしていたりとか、取れませんでしたが、まあ会社としてはどんどん新しいもの、まあマグナムもそうだし、992.2 もそうだし、また992.1 のターボ S ベースの限定車もそうだし、あと新しいデザインのホイールだったりとかっていうのも見せてもらったんで、進んでる感じはすごくしました。なんでちょっと動画になるかどうかわかんないんですけど、まあ、テックアートこれから年末にかけて新作発表結構あると思うんで、楽しみにしていてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と、各種 SNS のフォローもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。